総合主義は1880年代末頃、ボール・ゴーギャン、エミール・ベルナール、シャルル・ラバル、ルヤンクタンらによって提唱された芸術運動。フランス語のシンテータスムの訳語。色彩を分割しようとする印象主義への反発として現れたポスト印象主義の一潮流といえ、二次元性を強調した平坦な式面などに特徴が見られる。 カフェボルピーニで開かれた印象主義及び総合主義グループ天のポスター。ゴーギャン、ベルナール、ラバル、アンクタンラ、ポンタバン派の画家たちは、1889年、パリバン国博覧会の会場の一グルにあるカフェボルピーニで印象主義及び総合主義グループと自称する展覧会を開いた。印象主義という言葉を掲げてはいるが、 宣伝上の必要によるものに過ぎず、むしろその内容は反印象派的なものであった。すなわち印象派が感覚で捉えられた外界を忠実に画面に表現しようとしていたのに対し、ポンタバン派は絵画に思想的、哲学的内容を盛り込もうと考えた。ゴーギャンは印象派を次のように激しく批判している。彼ら印象派の画家たちは 自分たちの目の周囲のみを探し回っていて、思想の神秘的内部に入り込もうとしない。それは完全に思想的で、完全に物質的で、美体だけから出来上がっているような芸術である。そこには思想は住んでいない。そして印象派が光を画面に表現する際、原色による細かな筆色に分割するという色彩分割の手法を取ったのに対し、ポンタバン派は、 強く太い輪郭線によって対象の形態を捉え平坦な式面で画面を構成するという手法を取った。このような手法はクロアゾに住むと呼ばれ、総合主義はクロアゾに住むとほぼ同義で使われることもある。ゴーギャン、説教の後の幻影、ヤコブと天使の争い、スコットランド国立美術館。もっとも総合主義の内容はこうした形態。 色彩の単純化だけにとどまらず、単純化された形態、色彩と主観や思想との総合を意味するものと説明される。それは画面上の造形要素における秩序を重んじながら、精神的価値を盛り込もうとすることであり、外なる世界と内なる世界の総合を追求するものとも言い換えられる。ゴーギャンの説教の後の幻影では、強い輪郭線と、 平坦な色彩という黒ゾに住むの手法が用いられているだけでなく構図の点でも女性たちのいる現実の世界とその女性たちが見ている天使とヤコブの戦いの幻影とが一つの画面にまとめられており総合主義を代表する傑作とされている総合主義の思想はゴーギャンをしと仰ぐナビハの画家たちに引き継がれたナビハの画家モウリスドには 分析の精神に対する総合の精神の勝利、感覚に対する想像力の勝利、自然に対する人間の勝利を宣言し、総合主義の本質を説明している。同じくナビ派のポール・セルジエは、総合とは、あらゆる形態を、我々が思考することのできるわずかの数の基本的、形態、例えば直線とか、何種類かの角度とか、円、または、 大変のことかいうものの中に押し込めてしまうことを言う。と説明している。ありがとうございます。